け。どうも皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。ちょっと最初にね、すいません、ちょっと僕情報が遅いのかもしれません。皆さん多分もうとっくに知ってるのかな、知ってるんだと思うんですが、タイの、公演ありますよね。タイのファンの方へ、藤井風さんが、メッセージをね、送っているっていう動画、短い動画が、ございました。日本語訳はね、が出ていません。って思っていて、ちょっと YouTube ね、久々に、風チューバーの方、誰か発信してるんじゃないかなと思って、見てみたら、この間ね、僕は歌で共演させていただいた、ズシさん、ズシ君、風チューバーのね、ズシさんが、日本語訳を、解説してくれてる動画が、もうね、発信されていました。すいません、僕遅いんですよね。すいません。ズシさんの動画、ちょっと覗いてみてください。皆さん、ズシ君の、YouTube チャンネルも登録してる方ね、非常に多いと思うんですが、解説ね、してくれてます。で、その動画に関してはね、概要欄に貼っていますんで、見てみてください。英語わかる方はね、わかると思うんですが、ズシ君の動画も見てみてください。解説してくれております。藤井風さんなんですかね。最近ね、話題かっさらっておりました、ゴールデンアワー、ジェイクさんの、コラボのね作品です、ジェイクゴールデンアワー藤井風リミックス、前回ね、何回聞くんですかみたいな動画、ね、発信しましたが、すごくね、何度も何度も聞いちゃうんですね。でも歌詞ちょっと覚えちゃうかなっていうぐらい、聞いてます。僕も、口ずさんでしまいます。普通にね、こう歩いててもね、In your golden eye ね、ずっと頭の中こびりついてるんですが、これなんか不思議ですね。習慣って不思議なんですが、ゴールデンはね、よく聞く、よくね、こう口ずさんでると、こう頭の中がね、まあ、英語喋れませんよ。英語は喋れないんですが、なんか英語のね、歌詞が頭の中ぐるぐる回ってるんで、もうこの間ね、自分でもね、突っ込んだんですが、マジかよ。自分でね、ちょっと笑っちゃったんですが、柱があってね、こっちも、こっちは狭いんです。こっち、なかなかぐっと狭くて、自転車が、ね、おじさんが、ちょっとワイルドなおじさんがね、自転車乗って、僕ね、ぼーっとちょっと歩いて、ぼーっとね、歌いながら、こーでーら、歌いながらこうね、ぼーっと、柱があったんで、こっちに出ようとした。だおじさんがね、自転車、あっ、ぶつかるね、ふう、なんかこう、あっ、ふってこうね、スピード落としました。ぶつかりそうになったんですね。はって、その時僕ね、つい思わず、お、本当これ、ま、マジですよ、本当の話なんですが、思わず sorry、 わあ、 sorry っておじさんに言っちゃったんで、おじさんがね、はっていう顔しましたけど、そりゃそうですね。不思議ですね。習慣って不思議。僕、英語喋れないんですよ。喋れない僕でも、英語の歌歌ってると、おじさんが聞いてきた時にね、それって言っちゃったんです、これ。本当なんですよね。それぐらいです。普段英語喋らない人が、ね、こびりついちゃうぐらい。ちょっと何が伝えたかったかね、本当よくわからないんですが、ちょっとすみません、まとまってないんですが、そういうことですね。そういうことです。歌ってますよね。聞いてますよね、皆さんね。ついこの間なんですが、2、3日前ですかね、インスタグラムですよね、ストーリーズ、こういうね、投稿、久々の風さんのお姿が、見れましたよね。髪の毛もね、ちょっと色が抜けてきて、今ちょっと美容師目線で申し訳ないです、ちょっとね、オレンジ味が、赤みがね、ちょっと抜けてきて黄色っぽくなってきたかな。
ていうね、まあ気になるところなんですが、すいません、ちょっと置いといて。Life's simple, so don't complicate. 人生はシンプル、複雑にしないでね、しないでくださいってことかな、そういう意味かな、合ってますかね、大丈夫かな、まあそんな感じですよね。これはあれですかね、お帰りなさい風さんってことで合ってるのかな、日本に帰ってきてるっぽくないですか、その空気感が。わかりません、あのもう帰ってきてますという情報がひょっとしたらどっかで入ってるかもしれない、僕は知らないだけかもしれませんが、帰ってきたのかな日本にと僕はそう解釈したんですが、皆様はどうでしょうか。こういう発信ね、もししていません、誰かがしていたらごめんなさい、僕が帰ってきてるのかもしれません、僕は知らないだけかもしれないんですが、僕はそんな風に感じました。クレオソルさん、イギリスの33歳のアーティスト、クレオソル、最近ねあの Mother っていうアルバム出した方ですかね、ミュージックっていう曲と一緒に、ちょっと話題になってますよね、あのこういう写真がちょっと有名じゃないですか、このお子さん、ご自身のお子さんかちょっとわからないんですが、すいません、あんま詳しくないですが、子供をこう抱いてソファにね、これです。これちょっと有名ですね、よく見ますね、この、クレオソルさんの YouTube チャンネル、概要欄に貼ってます、もしよかったら。シルキーボイスの、ちょっと繊細な、なんかね、いろいろこうあの記事は、載ってますね、まあ見てもらっていいんですが、シルキーボイス、繊細な歌い回しっていうか歌い方というか、それが魅力だと思います、よかったらちょっと覗いてみてください。風さんがねこうやって紹介してくれる曲、すごくいい曲が多いですよね。藤井風コアのファンの方はスッと入ってきます。風さんが聴いてる曲なのかな、お気に入りの曲なのかなってことですもんね。アジアツアーね、アジアツアー、風さん初の、国外の、ライブイベントになるんですよね。これがもう間もなく、迫っていますので、そのアジアツアーの準備もぼちぼち始まっている頃じゃないかなと思うので、これ風さんも日本に戻ってきてるんじゃないかなって思うんですが、順調にねチケットも、完売しているみたいですよね、情報によると。あまり詳しくないんでね何とも言えないんですが、大成功ね、本当祈りたい。それからその後ね、アメリカ、LA、ニューヨークでやるんじゃないかみたいな噂ですよね。わかりませんね、スタッフでもないし本人でもないから、よくわからないんですが、きっと今年はそういう年になるんでしょうね、なるんじゃないかなと思います。ゴールデンアワーをね、ゴールデンアワーずーっと聞いていて、ちょっといけないなと、こればっかり聞いちゃいけないなってことで、たまに、まあ、こういう方いらっしゃると思います。ゴールデンアワーばっかり最近聞いてるから、ちょっとねあのシンプルに風さんのねところに一回戻ろうっていうことで、ネットフリックスのねスタジアムライブ、僕も行かせていただきましたけど、やっぱあの映像がいいんですよね。なんか久しぶりに見ると、あの登場シーンでね、一応あの登場シーンでズワッと来るんですよね。一応あのライブマスク着用、声は控えてくださいってことだったけど、重くそね皆さん声が出てますね、そりゃそうですね、この状態で出てきて、この状態でね出てきて、うわーってやっぱ皆さん声が出ていた。あれ見た時にちょっとね、いいな、やっぱライブっていいなって本当にやっぱ思いました。僕ね本当にスタジアムライブ、絶対行きたかった、で行けたっていうことで、本当にね自分が参加したライブ、本当に行きたかったライブの映像がまた、ね、今見れてるって、本当ね美しい、素晴らしいなって、ちょっと久々に見てね思いました。もう声出ちゃうね、もう今はね多分ね次の風さんのライブ普通に声出して OK のライブになると思いますんで、楽しみですね。まあ今年はねもうないと思うんですが、来年以降また、楽しみにしております。また新たなね動き、アジアツアーの動きなんかもねぼちぼち、発信、風さん本人からね発信があると思いますので、待ちましょう。何もね動きがなかなか今少ないので、風さんから直接のねメッセージが少ないので
寂しがってる方もいらっしゃると思うんですが、いろいろ準備もあると思いますので、しっかり皆さんでね、姿は見えませんが、応援していきましょう。ちょっとね、いろいろ喋りたいことはあったんですが、4月が終わりました、5月がスタートしました。1年の3分の1が終わったってことですね。早いですね。あっという間の春でした。本当にいろんなことがねありました。風さんのライブ3つもね行きました。こうやってゴールデンアワーね、素敵なね新しい、リリースもありましたし、内容が濃いけどスピードはねすごく早かったような気がします。同じように感じている方もたくさんいらっしゃると、思いますが、それからすいません、ちょっと個人的な話で申し訳ないんですが、毎月やってます恒例の生配信、お誕生日おめでとう、ケーキをここに置いて、今度ね5月誕生日の方おめでとうっていうのを皆さんでね夜な夜なやっております。今月5月なんですが、5月の、ちょっと迷ってるんですが、今回は5月14いいですかね、5月14日、何かと被ったらサクッと、延期します。例えば風さんの何かがあったりとかねした場合はサクッと延期しますが、一応5月14日、5月14日の日曜日の、10時から、5月14日日曜日の夜10時から信之のやチャンネル、毎月やってますバースデー生配信をやらせていただきたいなと思っております。ご都合のいい方、お時間ある方だけで結構なんで、よろしかったらねお集まりいただいて、みんなでね、わちゃわちゃとみんなで盛り上がりたいなと思っております。どうかよろしくお願いいたします。皆さんからグッズの写真お集めして、動画をね作っております。もうちょっとだけお待ちくださいですね。ちょっと時間がかかっております。はい、申し訳ないです、ちょっとお待ちくださいね、すいません。いよいよ本格的に風の時代っていうのがね、始まっていきますね。本当に楽しいこと、心地いいこと、自分のね本当に本当に自分っていうのをね早く見つけて、自分を感じて、楽しんでいこう、そういうムードになっていくんじゃないかなって思います。しっかり楽しいことをねやっていきましょう、楽しんでいきましょう。我慢は良くないって僕は思います。ね、そうは言ってられない方もね、立場的にそうは言ってられない方もいらっしゃると思うんですがね、そういうことです。はい、風さんの動きね楽しみにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。